静岡県浜松市に本社を構える小沢精密工業は、 X 線 CT 検査で使用される医療機器部品や半導体製造装置部品、顕微鏡、特殊なカメラ、管楽器などに使用される部品など、人々の生活を豊かにする多様な分野の製品作りを行う業界のフロントランナー企業。1964年、管楽器部品の金属加工からスタートし、今では最先端の工作機械と自動化システムを融合させ、高精度な金属加工製品を提供しています。扱う素材は多岐にわたり、アルミ、鉄、軟削材をはじめ、放射線や X 線遮蔽用に使用される鉛の切削加工を行うなど、試作品やジグなどの多品種少量生産から中量生産を中心に、高い技術力と堪能機を大きな強みとしています。小沢精密工業が多品種生産を堪能機で実現できる秘密とは。フロントランナー成功の鍵。小沢精密工業がまず取り組んだのが自動化へのシフト。 DMG 森精機の五軸加工機をはじめ、最新鋭の設備を揃え、パレットハンドリングシステムを活用するなど、いち早く自動化に着手して、夜間無人運転を実現しました。また自動化の促進により空いた時間で、オペレーター全員にプログラミング教育を行い、スキルアップさせることで、作業効率の向上と堪能機化を達成しました。次に小沢精密工業が着目したのが、工作機械の稼働状況の見える化。これまではオペレーターが新規案件のプログラムを行う際には、工作機械が停止していることは把握していましたが、1日の稼働状況を見える化することで、どの時間帯に稼働が落ちているのかを分析できると考えたのです。そこで小沢精密工業が導入したのが、ネットワークを通じて工作機械の稼働状況をリアルタイムでモニタリングできる DMG 森メッセンジャー。DMG 森メッセンジャーを使用して、稼働状況を見える化、分析を行うことで、機械の稼働率が向上しました。さらに社員の作業姿勢も変化し、稼働率を優先した工程を考えながら加工を行うようになったことで、生産効率も上がり、売上も増大したのです。最新鋭の自動化設備とオペレーターのスキルアップにより、生産効率が向上。さらに稼働状況を見える化した現状分析と改善施策により、機械稼働率が向上した結果、多品種ワークの堪能機生産を実現したのです。お客様の求める堪能機を実現するためには、稼働状況の見える化が鍵でした。当社で使用する工作機械の6割以上が DMG 森精機製のため、メッセンジャーを導入しました。DMG 森精機のオペレーティングシステムセロスを搭載した工作機械を使用しており、セロスクラブに入会したことで安価に導入できることも決め手となりました。縦型や横型のマシニングセンター、五軸加工機、複合加工機など DMG 森精機の設備を多く導入しています。加工プログラムが対話式で、使いやすい点と剛性が高く高精度の加工が行える点が魅力です。自動化システムによって夜間無人運転が可能となったため、堪能機化に加え残業時間の削減も実現しました。オペレーター全員が全機種の操作をできるようにすることで、急な不在者が出ても機械を止めることなく稼働させ、他社が真似できないような堪能機対応を実現させたいです。航空宇宙業界への参入を進め、また自社製品開発チームを立ち上げて、下請け企業からの脱却も目指しています。ものづくりを加速し、お客様に製品と時間を提供するをモットーに、さらなる堪能機化で社会に貢献していく小沢精密工業。そんなフロントランナーの挑戦はこれからも続きます。